皆さん。はい。はい、皆さん、こんにちは。はい、ジョネン TV 生放送、はい、始まりました、今日も5時になりました、ね。はい、5時ですね。まあ、まあ、毎日5時からお届けしておりますが、2度目の登場です。ちょっと後ろ下がってはいいですけど、あ、全部入るよね。はい。あとか全部投げるんですね。はい。大丈夫ですよ。はい。はい。はい、今日は1月の23、はい、木曜日。木曜日です。あ、いいですね。ね、ワン、ツー、スリーの。いい、ね、いい兄さん。うん、いい兄さん2人に、ね、ゲスト確かにそのお迎えしておりますヤブの2人です。ありがとうございます。ヤブクロですね。ヤブクロさん、矢田永吉ナイトということで、はい、ね、毎回あのね、はい、エッチャンナンバーオンリーです、ね、オンリーで、ね、オンリーで、ね、あのオンリーです。歌の旅入りなんかも、あのこれもうあの、ね、お客さん参加型のライブということで、エッチャンファンご機嫌な、そうですね、いたんですけども、まあ、ジミーさんは、アウツ、はい、あの出て、山田さんは、あのこの間出て、ミスティで、ミスティで1回、2回出させてもらって、あれも矢沢オンリーの、そうですね、何でも矢沢ってね、あ、キャロルもやってます、キャロルも、はい、ね、はい、あ、意外と出させてもらってますね、ここで、あのイベントでね、ロック路上やらせてもらった時に、はい、ナックルヘッズっていうキャロルバンドが。あ、はい、そ, それで出てもらったりもね、はい、してます、ね。えっ、ー、とアウツは、藤井さんのアウツは、はい、あ、まあ出てきてマンスリーで出てきてるんですけど、なんと、今日昨日奈々ちゃんが、奈々ちゃんで優勝してたんだね、あのアウツの、なんか引き出し、何や盛り上げ役テッサの娘さんですね、はい、ナナちゃん率いるハングルーズが、優勝しました、ね、なんか天海小学校から優勝して、優勝しました。素晴らしい、サクシーも10万円の盾持ってましたけど、はい、素晴らしいですね、それね。あれ何組相当な数出るんですか。相当の数出るみたいですね、うん、ちょっとある数はちょっと頭ゼップ東京でうんうん、なかなかはできないと、ね、うん、ゼップ東京ってリンゴスターがやったところ、そうですね、この間クレデスか、そうです、はい、はい、そうですね、はい、はい、ところでね、優勝したって、あ、まあでも分かる気がするんですけど、まあそうですね、はい、まあおめでとうございます。まあそのそういった意味で、はい、2月の17だったかな、ハングルーズ入っておりますので、はい、ぜひ皆さんお見逃しなくて、まあ、これはもうね、あの本当に、はい、いいユニットでございますんでね、そうですね、はい、ちょっと楽しみですね、それね。今日もじゃあせっかくだから今日もう今日出ないよって誘ってみたんですけど、なんか7時から他の番組があるってことで、あ、なるほど、時の人だから、もう時の人ですよ、時の人は、木曜日、第3木曜ですよね、そうです、あ、じゃあ、あっちの方で塩浜セブン、塩浜セブンで7時から、はい、ね、ナレさんたち、あのハングルーズのメンバーに行ってるということで、あ、そうですね、はい、あれもなかなか面白い、あ、1時間番組、あれ尺ちゃんとあるんですか。尺ぴったりですよ、あ、尺ぴったりです、そうですよ、まあ、ね、バーボン人生やりました、あ、あれね、あれカバーでもいいんですか。はい、カバーでもやっちゃっていいんですか。あ、全然大丈夫です、まあ、うちも行っちゃいいんですけども、うん、まあでもね、広告は載けられないんですけどね。あ、そう、そういうのがありますもんね、うん、まあ、まあまあ、でもまあ矢沢永吉さんね、あのそういえば、なんだっけ、矢沢永吉さんの話題といえば最近の、最近ミュージックフェア分けてすぐ4日に、はい、最近の話題としてそうだな、なんかあるかな、ミュージックフェア出る、出ましたね、あ、出た、この間出た、4日の日に、へえ、僕5日誕生日だったんで、僕の誕生日プレゼントでやってくれた。誕生日、誕生日プレゼントで、矢沢さんのプレゼントだけにやってくれた。プレゼントの時にね、嬉しいですね、それね。ちっちゃい頃ね、半球前田に一日してました。してました。まあ、我々もあのね、この A ちゃんの、あのカバーというか、うん、まあ、独自の、ね、オリジナリーを。まあ、ジャオ系のまあ一つだとは思うんですよね。その通りですね、うん、はい、もう矢田さんがジャオ代表格、そうそうそう、まあでもそうですよね、代表格ジャオ、ね、ね、はい、
まあその上にポールとかもいるんですけど、ポールもおじいちゃんですよ。ポールもジャオジャオの息ってそういうことポールこそですね。おじいちゃん。70歳まで。でもすごいですね。いや、あの本当そういうのはないんですけど、年齢制限ないんですけど、まあちょっとポールの場合はね、そしてまあ神で、まあ顔ほぼ神違うところにいますよ。おじさんに見えたけどね。今日もね、あのそんなのがあってね、あの頑張ってるおじさんをゲストに、はい、ちょっと出てもらおう。いやー、素晴らしい。とにかくジミーさんはとにかく率先してね、うん、このコンセプトを推進していこうという、はい、もう原動力になってくださってますから、はい、ありがたいですよね。ヘッさんなんか結構最近なんかいろいろ飛び抜けてきましたね。今ね、なんか違う方向でね飛び抜けてきますから今。あれ何やってんだよヘッさんって。もしかして俺の師匠も噛んでんじゃないかなみたいなところにいたけど。そうですね。六本木あたりの。ああ、はいはい。まあ、頑張って。もともとね、あのちょっと今そのアウツの鉄の話出たと言いますけど、はい、鉄が、まあ、発掘っていう言い方あれですけどね、はい、うん、まあ、以前その、まあ、他でね、ライブハウスやってた時に、あの、まあ、そのお店で矢沢バンドを作りましょうって言ってて、はい、このボーカルとして抜擢というか、お客さんで来てて、それで やってみませんかから始まってるんですよ。海の親なんですよね。海の親ですね。いやでも海っぱなしでもね、ほったらかし、ね、海っぱなし、ね、でもなんか施設に預けたみたいな、そんなような、ね、あの流れがあって、そう言われるとね、そうなんですよ。ね、でも当然ね、お客さんからですね。お客さんからですから、ね、うん、やっぱり甘い歌声がね、うん。そうですね。とにかくお上手だから、うん、ねえ。まあ彼らはね。全然、ね、いや、でもちょっとタイプがね、ちょっと違います。違うか、いいでしょうけど、うん、甘ったりさが。だから、えいちゃんっていうのは、硬派ではなくてね、ライブな、ライブで信じたってすごく多いから、これを分かる。キャロル時代からずっとそうなんですよね、そうですよね、実は。本当に甘ってるんですか、こ、うん、れもね。え、セブンで野音見たんだっけ。もう僕は日比谷を見てますからね。日比谷を見てますね。14歳だったですかね。でもリッキー拾ったわけに行ったよ。いや、僕はリッキーさんがバッドボーイズが出るってことは知らなかったんですよ。あ、そうなんですね。でとにかくあれすごい超豪華メンバーで、まあそうですよね、あの時カーも出た。じゃあイベントに行ったわけだ。そうそう、もうキャロルの最後のコンサートも見に行って、であれジュリーも出ましたよ。あ、そうなんですか。あれはね、18156ロックンロールバンドって、うちはゆうやが組んでるバンドに遊び、スペシャルゲストで出たんですよ。あ、そうなんだ。まさかキャロルとジュリーの共演はないですよ、うん、まあ、ないけど、それであの当時、ね、ジュリー派、キャロル派っていう時代でしょ。そうですよね、もうそうなんですよ、それであのお出になってて、とにかくすごかったですよ。で、一つ前にバッドボーイズが出たというね。そうですね、直前でバッドボーイズ出たんですね。そうですね、ハニーエンジェル歌った。あ、それ知ってます。そう、ハニーエンジェルを歌って、キャロルうまかったで、キャロルはライブではハニーエンジェルを歌ったことはないんですよ。ね、そうですよね。で、それでバッドボーイズがハニーエンジェルを、清水さんのリードボーカルだったりしたけど、涙あふれてっていうところをね、涙あふれてってリッキーさんがやるわけ。あ、はい、俺で僕はそれ以来リッキーさんのファンになっちゃった。そういうことですよ。ちょっと大切で申し訳ないです。リッキーさんのね、あの切ない感じちょっといいですよね、うん、あの大親友だったんですよ。あ、同じ広島で、イエイちゃんとはね、ほんで楽屋でよく一緒だったんですね、キャロルとバッドボーイズって。同じステージ組んだんですよ、横浜とか。あ、結構あちこちで。ライブで、リブヤングって、ね、リブ系の番組とかも無理話になっちゃうんですけど、銀座などとか、同じ楽屋に行って、それで、ジョニーさんがいらっしゃらない時があったんですよ。3人のね、あ、ありますね。で、その時に、A ちゃんが、こんなのできたんだよ、リッキー。リッキーって言い方も、実は A ちゃんがつけたという。へぇ、そう。うん、知らなかった。リッキーさんの本名はファン・リキヨナっていう方なんですよ、ね。ああ、いつもそうなんだけど。今そうですね。で、それで同じ広島でっていうことがあって、ビートルズでっていうことがあって。本当リッキーヨナじゃなくて。それで、もう特に大親友になっちゃって。で、リッキーこんなのできたんだよと聞かしたのが、なんだろうという。まあ、テレコですね。あれ3人で作ってますからね。そうです。
でもエッキーさんなんか聞くところによると、エイちゃんに一回バンド誘われたり。そうらしいんです。エイちゃんがキャロルをやってから、してから半年ぐらいブランクがあって、それロス行かれてるでしょ。そうですね、はい、で1年後にまた日比谷やもんで復活コンサートから一人でやるんだけれども、あのその時にあのリッキーさんと一緒にバンドをやらないかという話があったという、これ伝説になってるんですけどね。へえ、コアなファンが知ってる。リッキーさん何て言ったんだっけな、その結構面白いこと言ってたんだけど、リッキーさん本人が言ってたんですか、それ。まあ、これは、ね、僕はリッキーさんに直接聞いたんじゃなくて、リッキーさんの僕と同じ40年代のファンの方がいて、この話やってほしいぜっていう。で、ってリッキーさん、みたいなことは言ってたけど、リッキーさんってそういう方だから、あんまりこう、自分がね、自分が自分がって言わない優しい方だから。まあ、それは初めて知ってたんですよね。だリキさんそうなんですかみたいな感じで聞いてそう、これこの間それ聞こうと思ってた、まあ、今度またリキさんに登場していただくから、ね、つい最近ですよね、リキさん、いや、まあ、一昨日出ていただく、あ、一昨日ですか、ね、盛り上がりますか、同じ週にやらせていただくの、すっごいあの尺を決めてないかったから、二人でも喋って喋って40分ぐらいいや、リキさん今日もね、今日もこれは僕はワクワクしてたんですよ。うん、だから今日はあのもう本当このためだけにここに来てる。ああ、ありがとうございます。ユミさんだから、はい。ありがとうございます。とんでもない、はい、もう大ファンですからね、私。ありがとうございます。はい、そんなわけで今日は、はい、矢袋、宮沢永吉特集で、はい、お届けします。もしね、あの歌いたい方はぜひ、ぜひ、ちゃんは、あのお待ちしております。ね、キャロルでもいいですよ。キャロルでもいいです。キャロルでも、宮沢永吉。クルスでもいいです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 。まあその辺ね、はい、できるものは何でもやります、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。小岩城にエンジェルカフェでお届けします。矢袋さんが出ていただきます。よろしくお願いします。京都の方では今日はホリーさん、ホリーナイトをやっております。ホリーナイトは、ね、本当京都ジョニーエンジェルにはなくてやらない堀内さんっていうね、本当京都出身のシンガーですけども、それがもう毎週木曜日やってくれてるんですが、途中でユースケ君が出たり、もし今日キミちゃん出るのかどうかわからないですけども、ハニバニーというバンドのキミちゃんが歌ったり、あとね、そこもそのホリライトもお客さんコーナーみたいなのもありでやってるような感じがありますので、ぜひお気軽に遊びに行ってみてください。はい。で明日。小岩ジョニーエンジェルの方では、こちらはグレーハウンズハーフ、うん、グレーハウンズのハーフです、半分ですけどね、奈々ちゃんと、ね、さっき、ナピさんの3人が、グレーハウンズ金曜日やってくれております。それして、明日の京都はリッキー師匠ですね、それこそ、この間火曜日に声が出てもらって、金曜日に京都出てもらうっていうね、お素晴らしい、素晴らしいですね。それこそ話題のリッキー師匠が、明日京都店に出ておりますので、ぜひビートルズファンの方は、京都ジョニーエンジェルに足を運んでください。はい、リッキー師匠は言っております。そんな感じで、ですね、音楽の輪という、音楽の輪、楽曲制作リレーコーナー、あ、そんなのやってるんですか。やってるんですよ。そうですね、今ちょっと収集つかなくなってきておりますのでいいで、まあリキさんがね、あのワンコーラスで、そうですね、太み上げてみればぐらいは使った方がいいかもわかんないつまずいてローリング、太み上げてみればっていう感じで、100円玉中国ってよく意味のわかんない、100円玉中国って何でしたっけね、どんな話でしたっけそれ、あ、杉谷、杉谷、杉谷が、まあこれは置いといて、あ、ワーブレーズだ、うん、ワーブレーズ、詩でもいいんですよ、詩でも、あのリフでもどっちでもいいです、でも A ちゃんっていうと詩なんでしょうかね、どっちか、そうですね、まあ書かないけど、A ちゃんっぽいフレーズ入ってもいいんですよ、ね、でも A ちゃん的なワンフレーズで、曲名が Like It っていう、 I like it、 I like it、 I like it、そうそう、僕それ好きみたいな、だから僕が思ったのは、つまずいてローリングから始まってるから、
まあ、人生の、まあ、転ぶこともあるけど、まあ、僕はこの人生好きなんだみたいなイメージで。ケンさんじゃないけど、ボロボロとかね。切なくてね、で、その、リッキーさんがふと見上げてみれば、みたいな感じで、上げていかれてるんで、そしたら、来たらね、夜空に輝く星とかね。あ、夜空に輝く。これはもう A ちゃんっぽい。そうだ。あ、それ言っていただきました。素晴らしい。はい。A ちゃんっぽい、A ちゃんっぽい。ちなみに、ふと見上げてみれば、次やですか。あ、そうだ。あ、リッキーさんは。リッキーさんはこうメロディーをつけてくれたんです。そうでしたね。あ、そうだ、そうだ。夜空に、夜空に、輝く星、まあ、それに向かっていくのか、はいはいはい、ね、あ、それをいいですね、それを見ながら何かをするのか、まあ、それはちょっと先の人に、はい、委ねてということで、夜空に輝く星というキーワードをいただきました、はい、YJ2 とかいう、はい、じゃあちょっとつながってきましたね、それでなんか来て、あらはきってね、はい、そんな感じで、楽しいですよ、これね。楽しいじゃないですか、これ。いつもできるよってな。いや、まあ、うわ、いい、これがいいけど、まあ、ね。いろんな言葉出てきてね、そう、つなぎ合わせが、それはもう、つないでいくしかないですよね。そう、つないでいくしかないから。はい。まあ、これはもう無理やりでもね。まあ、それでもなんか意外に面白い、ね。あ、今ので、ちゃんとつながりがそう、つまずいてローリング、ふと見上げれば、わずらに輝くはしたもん。うん、いいですね。うん、次はね、そうやっぱり年が出てますね。年齢が出て。年齢が出て。なんか、加山雄三っぽくない。まあ、加山雄三っぽいっちゃ、加山雄三っぽいですね。まあ、あの、アーティストがみんな、まあ、作ってるから。キーワードとして、はい。使いましょうか。まあ、100グラム、こう、楽曲制作リレーコーナーなんですけども、動画限定の被害サービス合言葉コーナーっていうのがあってですね、今日の合言葉決めるんですけど、まさにこれでいきましょうか。夜空に輝く星。はい、わかりました。キーワード。キーワード。これ、生放送見て、見てる方、原点で、はい。そう。生放送見てる方が、今日、ジミーさんを見に来た場合、限定ですよ。アイコンマみたいな。そうそうそう。これを言っていただければ、言っていただければ、ワンドリンクサービスを。なるほど。はい。ぜひぜひ、ご活躍いただいて。キーワードは、夜空に輝く星。いただきたいと思いますけど、4万人もいたんですからね、この言葉を手に遊びに来ていただければと思います。すごい、絶対見ちゃいますもん、ね、いや、もうそれはそういうふうにしなきゃいけない、まあ、でも各バンドさんの何て言うんだろう、その素の姿が見えて面白いですよね、あの毎週見させてもらってますけど、ね、そうですね、非常に素晴らしい、そう、これはあの人のみたいなね、そう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 ですね、で続編があるわけですよ、だから、あ、そうですね、ずっと続くから、そうですね、うん、またこうね、もっと深いところで、ぜひ。フォアウトなんか怖いかと思ってね、こんな優しいおさんだと。すごい、くつろいだからって。今一番アクセス数なんですね、あるってのは。そうじゃない。あれ、ぜひ、一発目だからじゃないですか。それもあるでしょうけど。いや、でもやっぱりその後回転しないと人様がいっぱいいます、ね。ああ、そうです、そうです。じゃあ、あの、乗ってるやつのやつがキャッチーなんですよ、ね、あれは。あ、絵がですね。持っちゃうと。そうですね。予算に輝く星だな。それもそう。で、にぎゃーっとしてるじゃないですか。こういう方々は僕の前にいるで、僕はね、喋らないで済むんです。喋らないで。俺、キーワード考えるとパクリって言われたらどうしようかと思ったんですけど。えじゃあ丸くなるなら星になれっていうね、はい、あの言おうと思ったんですけど、え、丸くなる、丸くなるんだ、よく丸くなるんやつ、大人って、うん、ジャムの人ってほら、はい、大人ってよく丸くなったのメモみたいなのあるんじゃないですか、うん、丸くなるなら、丸くなるな星になれでもいいって、丸くなるな、あ、それ丸くなるな星になれ、うん、素晴らしいね、そうするとほらなんかそれもいいですね、まあ俺たち丸くなっちゃってますけどね、みんな今ここで体も丸く、体丸く星になる前にあのだまさにね、今日ほら、あのやっぱゲストで出てもらう。でも、かっこいいですね。丸くなるかもしれない。これも、もうね、これはちょっと、これ名言じゃない、名言でしょ。そう、名言です。なんか、ちょっと聞きたいような気もするんですけど、名言です。マジですかそれは。うん、どこで、うん、なんかの記憶で。なんかで見たよ。丸くなる。いや、これ、だけどちょっと、行きますよ。だから、今、ジャオ、ね、ジャオってなんジャオみたいな。うんね、うん、あ、ジャロと思うんですよ。ジャオです。まあでもね、まあ、まだ大人じゃないことですよね。そのジャオ。僕は47歳で星に書かせてもらったので、まさにあの夢のような、うん。おじさんは星にならないとあるんですよ。星になる。そうですよ。結局そういうコンセプトじゃないですか。そうですよ。そうですよ。すごくなんか深い、これは星ですね。
そう、あのね、よくね、丸くなることがね、美徳だと思ってる方がいるの。多いですね、大人とか ね、それが大人。俺ももう50だからどうのこうのっていう方が多いんですよ。そうじゃねえだろ、そうね、そうじゃねえだろっていうところから始まってるから。全部の言う通りですよ。中学生とこっちの学生だね、僕たち。そうですよ。全然似合ってる。全然似合ってる。これあれがもうね。この星っていうのが。A ちゃんにもかかるし。何言ったそう深いっていうのは、生きるか死ぬかみたいなね。うん、あのね、生きるか死ぬかっていうか。要するに40年 A ちゃんのファンをやってる人たちの生き様ってこうじゃないといけないと思う。うん、そういう部分ってあって。素晴らしいですね。だから、ジミーさんにはね、もうジミーさんがここ賛同していただくだけで、ジャオ系、もう電車、ジャオ電車走り出してますから、あと加速するだけですから、うん、はい。何回成り上がり読んだか分かんないしね。ああ、そうですか。そうですよ。だって、なんかほら、絶対ほら、干されんじゃないですか。はい、あのほら、格好だけ見た目とかで、ね、若、はい頃ってね、学歴ないだったし、うん。そういう時代だったんですよ。うん、まあ、そうですね。そういう時代だったんですよ。が言いながらも、次の卵ってことはもう古い、誰も知らないかもしれない。でも最初はね、キャロルだってダメだったんだし、うん、毎月レコード出して、11ヶ月くらいダメだったんですよ。それでもうやめようかと思ったら日比谷野郎でバーン爆発したんですよね。だから、その豆にやったんですよ。うん、結局その豆に ね、ポットでじゃなくて豆にもう一生懸命こうやってて、それはすごい。それがやっぱりね、だから一朝一夕には絶対ないんですよ。まあ、そうですよね。ねやっぱりそれ A ちゃんのレベル立ち上げてね、プロモーションのって言った時に、あの新人のアーティスト、今アーティストって言葉はあんま好きじゃないですけど、うん、新人歌手のようにほら、はい、いろんなとこちっちゃいとこ回って、うん、タワーレコード回って、矢沢吉が何回も同じこと聞かれて、でプロモーションってこうやってやるんだよって、だから、そこのところでやっぱりね、腰座ってるか根性違う。違いますよ、ね、やってるから。うん、だって普通に出してればね、買ってくれていけるから。結局キャロルってものを断ち切ったでしょ、自らが、うん。あそこがすごいんですよ。最近のね、ジミーさん、若いね、ファンってね、キャロルって何ですかって。あ、もう知らないですね。多いんですか。多いですね。あ、っつっちゃったの、私。っつって、キャロルって何ですかって。うん、びっくりしましたよ。ですよね。うん、車買って言うんですね。本当。車。うちの母ちゃんも車が手が買うけど、キャロルがどうかと思う。昔のキャロル可愛いですよね。そうですね。アメ車の車ですよね。やっぱりこう年代出ますね。いいですね。こういう話はね。いや、共感する人いっぱいいるんだから。そう、ホンダの N だって。今日はもう50しか見えないし。俺も仲間入れさせろっていうのがジャオンなんです。もうそれもぜひでいい。そういうことないです。筋金のジャオね、集めて、ジャオパーティー。ジャオパー、ジャオパーティーね、ジャオパー、ジャオパー。そうそうそう。キャロルセッションもね、あ、そうですね。キャロルセッション。もう来月からぜひでいい。ビートルセッションもないから、キャロルセッションもね、ぜひぜひ。ぜひ私も参加させていただきます。ぜひお願いします。若いジョニー君なんかもね、いますので。そうですね。はい。これもちょっと楽しみですか。若いね、ちょっと。200何人もね。だから仲間でいっぱい。そうですね。キャロルセッション、うん、来月ですか。まあ再来月、うん。あ、まあそうですね。まあ、来月そういえば30日空いたからそこにしましょう。あ、じゃあそうしましょう。330。330。あ、いいじゃないですか。330。日曜日。セドリック330。あ、330戻ってきたよね。ワンドリー。じゃあそう330。ぜひ。330キャロルセッションぜひ。ぜひぜひ。やりました。今決めましたけど。はい。ちょうどね昨日空いたから。そうなんですか。じゃあぜひ。じゃあ私もリッケの330持って。あ、いいですね。あ、それも330。そうそう。バッチリですね。はい。ぜひぜひ。はい。ね、同じ脱線して面白いですけど。いや、だからこうやってジミーさんが入っていただくとこ盛り上がってますね。いやいや、僕はもう全然。今日も結構長い尺で。かなり長いですよ。いやいや、ジミーさんが40分だったから。俺も40分やってたんだ。やったんですよ。それはね、今日も匹敵しましたよ、これ多分ね。これもう最高ですよね。だから結局、そのジャズ世代ってビートルズというキャロル世代だから。そうですよね。だから、熱いところですね。熱いですよ。幸せな世代ですよね。そうですね。はい。幸せな世代なんですよ。ね、この番組は、ミュージックポータルサイトライブン、そしてインフォミュージックは、次世代ミュージックモブですけども、インフォミュージックの提供でお送りしております。ライブンは、
アーティストのホームページ、なんですかね、配信、有料配信というか、ね、ダウンロード販売もできるように、ホームページが、そんなホームページが手軽に持てるようになっておりますので、ぜひお気軽に登録してみてください。あの、アウトさんもね、あ、そうそう、はい、もうね、作ってほしいなと思うんですけど、はい、まあ、その辺は、ね、近々、はい、ライブショーでいいと思います。はいはいはい、それこそ矢袋さんも、はい、しかり、よし、はい、お願いいたします。そうですね、あとは、楽曲販売、そうです、楽曲とかもね、アウトさんもオリジナルのものも、はい、面白いかなと思っております。はい、うん、これは絶対に、やっぱオリジナルがないと、うん、やっぱり、ね、ですよね、ダメですよ。それはもうね、うん、あと歌い入れるだけですから、うん、あ、そうですか、ええ、うん、まあアウトとしてでなくても、うん、ね、ソロでもいいですし、あ、そうですね、うん、はい、ソロのどっちかというと個人のホームページにした方が、うん、まあ意味合い的にはいいのかなと思って、あ、そうなんですか、バンドでもいいんですけど、もちろん、うん、あ、でもそう、この時代ということで、なんかあのライブの その紹介ページとか見るとね、はい、なんかそんな今スタンが言ったような、こうやってね、ジミーさんいつも見てくださってるんですよ、まあ暇なだけなんで、ね、あの優しい、いや、ジェントルマンってそういうことを言うじゃないですか、そうですね、うん、セムズすごいジェントルマン、セムはもう見た時からジェントルマン、そんなことございませんです、セムのね、あのホームページもジャオを、ね、押してるページがありますけども、はい、まあ、はい、結構楽しいですけども、あ、そうじゃあ早め早めでね、はい、そうです、そちらにも進捗させていきたいと思います、ぜひぜひお願いいたします、はい、というわけで、この番組では、タイアップとかね、いろんな、告知したい方でも全然、無料でできますので、広告しに来ていただければ、今のところ無料になっておりますそのうちスポンサーみたいなのもね、ついていただければ嬉しいんですけど、まあ、そんなわけでジョニエン TV、今夜はジョニエンジルからお届けしましたけども、そろそろ締めのご挨拶の共同格言を、ジミーさんの共同格言、あ、今日の名言いただきましたけどね、丸くなるなら丸くなるなら欲しい、これはちょっとありですね、これは、これはもう座右の銘になっちゃいますね、これほとんど、あるいは私がいいか、これはでも親父がに限らずね、うん、若い人でもある、そうそうそう、やっぱそういう気持ちでこういうことを、そうそうそう、そうぐらいで丸くなったっていう人いますからね、いや、それはねまた我々の世代は早くそうなんなきゃいけないっていうふうにね、上から言われちゃったんですよ、出る杭は打たれるだから、あ、そうですよね、ええ、もうそれダメ、打たれる前にね、やっぱりこう突出していかないと、そうですよ、ね、出る杭は打たれるって僕はどうあんまり好きなじゃないあれじゃないんですよね、出ましょう出ましょう出ましょう出る杭、出ましょう、ね、そういう言葉がいいですよね、その杭やろう、はい、みんな出る杭やろう、そうですね、はい、じゃあ、はい、丸くなるなら欲しいなら、じゃあみんなで、はい、じゃあ今日は、ご視聴ありがとうございました、さあぜひ、この後上映お待ちしております、ありがとうございます、じゃあ今日の格言、はい、みんなじゃあせーの、丸くなるなら欲しいなれ、バイバーイ、ママはい、お疲れ様でした、はい、素晴らしいですね、最高ですね素晴らしい、もう家って言われる、素晴らしい、素晴らしい本当に素晴らしい、これ名前が、なんか同じ同じだね、この木田さん、多分名前でもあったんですけど、あるんですけど、名前はね、駅ほどまでが、あんまりこう出さないいや、なんか使っていただいた方があれなんですけどね、まあそうですね、でも分かります気持ちは